ほら、いただきますわ。あ、楽しみましたな。よし、どんな撮影。あ、いただきます。当時10歳の伊崎光則さん、長渕剛との小付き合いや、知らなかった、大人顔負けの演技が話題となったこのドラマで一躍天才子役の仲間入り。親子ジグザグから35年、現在の伊崎さんから学んじゃってください。あ、我々ドンピシャで見てたね、世代だからね、親子ジグザグ、大ヒットドラマの伊崎光則さん、伊崎光則さん、どんなお姿に成長されたんでしょうか。お願いします。いた、うわぁ、うわぁ、うわぁ、めちゃめちゃ大人、めちゃめちゃ大人、大人、まあそれ大人なんだけどね。伊崎光則さん現在45歳、親子ジグザグ出演後も黒澤明監督の映画などに出演し活躍、現在も俳優として活動していらっしゃいます。俳優さんですね。これなんか本当に親子ジグザグ一番好きなドラマだったから。ありがとうございます。下別府勇ね。あ、そうです、ね、そうです、はい、そうです、はい、そうです、そうです、そうです。今でも長渕さんと交流とかは終わりなんですか。この間8月にですね、35年ぶりにお会いしてきました。コンサートをやっていまして、はいはい、それで行く機会があって、娘のあやねちゃんがちょっとパパに内緒で楽屋まで行こうって言ってくれて、おうおう、長渕さんに内緒で楽屋まで行きました、うん、はい、そしたら楽屋に入って長渕さん見た瞬間に、うん、長渕さん僕のこと見て、お前変わんねえなーって言って、すごい気づいたんすよ、背だけ伸びたなって言ってました。感動でしたね、泣いちゃいました。あとこう、ひらりさんにアドバイスございますか。僕はその恩人がいたんです、それこそ長渕剛さんです。で、35年ぶりに会って僕は、あ、この35年この一瞬のために役者を続けてきたんだなって思ってたんです。だから今恩人ができるといいですね。その恩人と会うためにまたお仕事、もちろん勉強もだけど頑張って、35年ぶりにまた会えたら素敵だなと思います。すごいアドバイス。